こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今日も13期兵防衛圏の続きをやっていきます。では行ってみましょう。三浦くんの続きからですね。1944年、玉尾さん、テンペは行きました。どうでした？やはりキリコさんを探しています。キリコちゃんがスパイだなんて。その男の仲間だと思われているんですよ。彼女は巻き添えになったんだ。憲兵に追われる男をかくまうなんて。あいつは同時キリコなんて名前じゃないし、この世界の人間でもない。イカれた男だ。あいつは騎兵で何をしていたんだ。この男、騎兵のことはやはりスパイだ。奴が逃げるとすればゲートだ。今行けば追いつけるかもしれない。関ヶ原さん、本当のことを教えて。私は両親の娘ではなく未来から連れてこられたって。同時キリコが言ったのか。嘘だと思えないの？多分私毎晩その夢を見ている。記憶をいじられたな。玉尾さんはもともとここの人じゃない？こんな奴の話真に受けてはダメです。玉尾さん、憲兵に引き渡しましょう。ケイタロウさん、お願い、はっきりさせたいの。ケイタロウ、三浦ケイタロウか。貴様、なぜ私の名を。そうか、お前が。何だと言うんだ。お前と一緒に戦っていた。貴様など顔も知らん。今のお前じゃない、未来から来た三浦だ。未来？彼は肉体を失い意識だけの存在だ。今は探査ユニットに収められてる。ではケイタロウさんも。君と同じだよ。与太話はもう十分だ。常所に突き出してやる。動く。関ヶ原さん。貴様、お前の言う通り俺はイカれてる。頭にすっかり毒が回ってな。いろんな人が時代を行ったり来たりして理解できませんね。クラベ君行きます。よ、十郎、帰ろうぜ。クラベ君の表情が険しい。なんだよ、おっかない顔して。またおかしな夢でも見たか？やめろよ。君は僕にしか見えてないんだろ。なぜ僕に泉十郎の記憶を元に戻そうとしているのか。何も考えるな。今のお前が異常な状態なんだ。君は何なんだ？489合成人格だと言ったろ。それじゃ分からないよ。まあビデオでも見て落ち着けよ。誰が見るもんか。またね。うん、やっぱり騒がれると少々面倒だ。変えようかな。うまく記憶を消せるかどうかもう一度試してみるか。芝君は人間じゃない。そして彼が僕の記憶を操作して泉十郎に変えようとしている。未来から来た泉十郎が事件で記憶をなくして別の人格に変えられたのが今の僕、クラベ十郎。階段での話を彼女に尋ねても寂しそうな目をしてごまかすだけだ。過去にさ、滅亡の原因と思う研究施設を爆破し研究員を撃ち殺したの冬坂さんに似た人が仲間だった。南さんが突然三浦君を家に役指示だけでも僕の姉ちゃん、僕が学生たちを殺して回ってた。殺した人の中、冬坂さんよ。薬師寺が声が記憶なら本当にあんなこと。僕と冬坂さんだけが16年前のスミレ橋に逃れたんだ。これも芝君の別の泉十郎の記憶か。逃げられないぜ。いや、え、芝君怖い。
すればいいんでしょう。もしかしてまた同じとこで待ち合わせ？よ、ジュロ、まあ、帰ろうぜ。そんなとこ。またね、うん、助けて。さてと、ミワちゃんも帰っちゃった。どうしよう。なんだよ、おっかない顔して。またおかしな夢でも見て。やめろよ、君は僕にしか見えてない。なぜ僕に。泉中、元に戻そうとして何もかん。今のお前、君は四合成人格。それじゃまあビデオ誰が見。やっぱり騒がれると少々面倒だ。うまく記憶を消せるかどうかもう一度試してみるか。逃げないと。よし、出れた。あっぶねえな。いねえな。尾形君、誰か探してるの？おう、クラベ、キサラギトミーどこ行ったか知らねえか。ま、知らんわな。レンジ君、助けて。ダメだ、逃げたって何も変わらない。考えろ、誰ならわかる。冬坂さんは休みだし、薬師寺は泉十郎を知ってるのは東雲先輩だ。やはり彼女に相談するしかない。保健室にいるといいけど。保健室はあっちだ。東雲先輩、お聞きください。覚えてませんか。クラベ十郎です。クラベ、助けてください。芝君に僕の記憶が書き換えられてる。泉十郎の記憶に。泉君の記憶、それは変で、森村の話では泉君の記憶は保存できなかったと。森村先生、違うよ。記憶を変えてるのは芝君だ。芝君、芝九太、人格489と言ってた。彼は僕にしか見えないんだ。ごめんなさい、それは分からない。僕は消えてしまうの。泉君の記憶があなたに移植されているなら思い出せる。彼の今までのこと、夢とか映画で見たと思う。どんな記憶なの？暗い廃墟で僕が学生たちを殺して回ってた。皆殺しにするために。殺した人の中に冬坂さんや薬師寺がいて。泉君が。まさか彼がそんなことをするはずがない。僕と冬坂さんが過去に戻って滅亡の未来を回避するために、その原因となる施設を爆破して警察に追われて打ち合いに。冬坂伊織と。そんな話聞いてないわ。そうだ、芝君は記憶をビデオで渡すんだ。ビデオ、未来の出来事だと冬坂さんも言っていた。どんな記憶なの？確か UFO の中で。よかった、無事戻ってこれた。どうだった、十郎？転移先はまさに侵略の最中だった。命からがら戻ってきたんだ。あの様子だと壊滅だろう。年代は1985年だ。映画館のチラシ？記録では平成に閉鎖されて亡くなったツツジの映画館さ。セクター4は1985年、セクター3が2025年だから、また40年遡ってる。このタイムマシンで行ける時代はどこも侵略者に襲われてる。なぜ過去にも現れるんだろう？わからないよ。
司くんはどう思う？彼らが過去に侵略したなら僕たちの知る歴史も街も矛盾してる。確かに僕たちが侵略されたのは去年2104年だ。ここは2105年ね。だけど過去に怪獣が来た記憶なんてない。タイムパラドックスか。きっと奴らが来たことで平行世界に分かれたんだ。怪獣には時間を戻る技術があるんだ。未来に影響がないとは考えにくい。いや、これを時間移動の装置だと考えるのは早計なのかもしれないよ。時間移動じゃなくて場所移動？揺れてる。激しいな。いつもの地震とは違うみたい。大変だ。どうした？カウントダウンがゼロになってる。まさかこの地震が始まったんだ。これを見て。円盤内の区画がどんどん消失してる。地殻が崩れてる。大規模な災害だ。各地の標高が海抜より下がってる。海に沈んでるの。この勢いだとここも危ないぞ。カウントダウンはこれだったんだ。これは助からないぞ。こうなったら過去の時代へ退避するんだ。転送装置に乗ってくれ。本気か。二度と戻れないかもしれないぞ。ここに残っても助からない。開始タイマーをセットしたら僕も装置へ行く。いいから行け。分かったよ。それなら転移先の座標はスミレ橋にしてくれ。あそこは崩れずに残ってた。聞いただろ、装置。沖野くん、どうしたんだ？どのセクターも設定できない。わからない。反応がないんだ。どこか行けそうな地帯を探す。装置にいてくれ。急いで。これだ、セクターゼロ。年代は不明だが今行けるのはここだけだ。スカス君、早く装置に。ダメだ、タイマーがセットできない。操作する。君たちだけでも行ってくれ。スカス君、千尋、町のディスプレイに書いてあった、ここは2089年。僕らは16年前に戻ったんだ。そうか、通りで。ほら見て、川向こうの再開発エリアに新世紀タワーがないわけだわ。2100年にできたビルだから建つのはまだ10年以上先なのね。このまま待っててもダメだ。行こう。司君はもう来ない。ほら、その向こうの敷島ステートビルも。行こう。ずっとここにいる気？沖野君を置いていけるわけない。だってそうでしょ。この時代、僕と君はまだ赤ん坊で、君のお母さんだって君がわからない。お母さん？僕たちの国民 ID も使えない。決済どころか公共機関はどれも無理。見知った街に見えても、この16年前の世界は僕らにとって異世界だ。戻れない以上どうにかしないと。これからどうするの？15年後に起こる災難をみんなに知らせなきゃ。信じると思う？わからない。信じなきゃ。僕たちで何とかするしかない。どうなるか知っているのは僕たちだけだ。円盤に戻る方法を探そう。今もこの地面の下にあるはずだ。あそこに戻れば。そうか、沖野くんを救いに時間を戻れるかもしれない。かもしれない。だからまず今日生きるのが先決だ。食料の確保と眠る場所を探そう。そうね、行こう。それから二人は何年か裏社会で生きていくんだ。近づかないで。その記憶は以前のあなたのものじゃない。森村と共に16年を巻き戻したあいつだわ。誰なの？何度も時間を遡って繰り返してる人物。時間を？信じられないな。そいつの記憶よ。でも名前は泉十郎だ。未来の僕ってこと？違う、別の泉十郎。消滅した世界の別の存在。近づかないで、危険な存在だと教わったわ。じゃあ
僕が夢で見るのは消えた世界の記憶で、芝君が別の世界の泉十郎。ん？その人物は意識だけをドロイドに移して逃げた。意識だけ？おやおや、先輩は調子が良くなさそう。芝君、たく、おしゃべりだな。やめろ。おいおい、東雲涼子は変なんだ。言ってることを真に受けるとお前もおかしくなるぞ。芝君は246なんでしょうか。なっちゃん62か。戦闘進めてなっちゃんやりましょう。でもちょっとその前に三浦くんも玉尾さんももともとどの時代にいた人なのか分かりませんね。関ヶ原くんの言う未来っていうのもいつのことを指してるのか分かりません。すみれ橋のシーンは後に246になっちゃうあの大人泉くんの若い頃ですよね。泉くんも複数いるから全然把握できませんね。関ヶ原くんも悪い人じゃなさそうですけど、246であることを認めるようなことを言う時もあるし、246じゃないっていう時もあるし、この物語の登場人物のほとんどが複数の設定がついててキャラが定まらないというか、逆にキャラがブレてないのって薬師寺さんと肘山さんくらいじゃないですか。今のところその二人は人格が安定してて把握しやすいキャラですね。というわけで戦闘進めましょう。会話以外はカットしちゃいますね。行くか。
中枢に攻撃されるんだよな。じゃあ弱点みたいなもんだろ。なんでターミナルだらけなんだよ。話したろ、中枢がこの街をコントロールするための端末なんだ。神経のように離れたその端末から D をアクセスする。それで円盤が私たちを滅ぼす。知らねえのか、私ら生まれた時から囚われてんだよ、この街に。助かったのよね。またあいつだ。子供を産むやつがいるぞ。補足したデータではさっき戦ったモビルファクと同じ型じゃない。モビルファクも強化されてるみたいだ。あんなの2064年の戦いではいなかった。どういう D なのか、他にも情報があるなら教えて。四季島の宇宙計画に関する記録を見たわ。モビルファクは新宇宙探査用に設計されたロボのよ。内部の生ましいので素材合成から成形までこなす究極の製造工場。自分たちの複製を作り出す繁殖する自動機械だ。まさに怪物だ。あいつが作り出す D の新型のようだ。気をつけて。ありがとうよ。いつもの喧嘩と同じだ。いいです、注意、逃げろ。どうした、落ちた。持ちこたえたのに渋いってたわ。気になるな、モビルファクはおそらくループ前にも現れてはいない。開拓用マシンだけじゃなく宇宙探査のロボットまでリープして扱える。もしシステムが相手に合わせて参照データを拡大していくなら可能性としては今の時点では。なんだ、はっきり言え。言っただろ、騎兵は D の兄弟みたいなものだと。いやいや、まさか。嫌な予感がする。こういう感じ。あの時みたいじゃねえか、網打ち。橋の上で大暴れした。中学の時、二学校の不良とやり合ったやつか。あの時は警察呼ばれて、川に飛び込んで逃げたって落ちだったろ。それまでに二人で20人をぶっ倒したろ。あの時もシャッパルに力が入る。こういう気分だった。二人してバカやった自慢が？まったく。ガミネのバーってのおめえに言われたかねえよ。おい、来たぞ。無駄口叩いてね。D を叩く。なんだこら。てめえ、待てこら。今は喧嘩してる場合じゃねえだろ。俺だっていいのか？お母さんは大丈夫だ。俺と出会った時と、まったく同じ絡み方だよ。行こう。よく考えるな。いいです、今日も注意、逃げる。敵は増えて、さばききれなくなってきた。 EMP 搭載機は積極的に電気プルスで敵の動きを止めてくれ。 EMP って、私の騎兵の足についてる不格好な装備だよね。電磁波で電子回路を壊すなよ。知ってる、 UFO とかもってみた。プラズマドームの中に EMP を発生させる特殊作戦用の装備だ。騎兵も機械だ。味方に影響は出ないのか。各騎兵はEMP 発射タイミングに合わせてシールドされてる。相手も自動修復するだろうし、一時的なものだが、それでも時間は稼げる。こりゃきついな。 D 信号あれ降りた。警告、 D 信号接近。迎撃発生、戦闘情報処理開始。あれは原因味方なの。第一世代みたいだけど D 信号の反応が出てる。おそらくセクター2の戦闘で失った第一世代だ。敵に奪われたということ。奪われた、いや元に戻ったという方が正確だな。切り捨てた騎兵は我々の制御がないとディープして動き出す。セクター2の戦闘では1番から11番私が遠隔制御していた。11強、あなた一人で。だが遠隔制御は非効率だ。レソンスも性能も常にディーの影響を受ける。それでチームと遠寄れて直接乗って操作するように変えた。あの戦いで破壊されたと思っていたのか。そうじゃない可能性もあるんじゃないかな。ジュロ、どういう意味だ。クリオ、ジョバム装甲みたいなものが追加されてる。さしずれ、自由騎兵が敵になった格闘用のディー、あれを排除したターミナルも。敵がだんだん強くなってきちゃいましたよ。いい実機。やはり不安が的中したな。あれは露覚された騎兵じゃない。あの騎兵の識別番号は3桁になっている。新たに D として作られたんだ。俺の乗る12番騎兵と同じ型の敵か。第一世代は井田さんの設計で、僕は手伝い、 EMP 装置や対空用防衛フレアなどの追加装備は僕だが、元々の設計は自律制御で直接操縦する設計じゃなかった。それで敵に取られたのか。だから適合者との接続バランスはあまり良くない。制御にはリミッターをかけている。能力を制限しているのか。制限を外すとどうなる。運動性能は大幅に上がるだろうね。だが搭乗者への負荷はすごいぞ。日本男児ならそんなもの気合で乗り切れる。悪い話ばかりではないな。関ヶ原と尾形にも教えてやろう。助かったね、私たち。井田さんも一緒に騎兵作ったんですね。ミステリーポイント上から順に使っちゃいます。
よし、なっちゃんロック解除。行きましょう。よし。あれ、いない。もしも BJ が素早く2188年の私の記録には別の惑星に人間を作る計画の話をしていた。 BJ が言うにはここがその星で作られたのが私たち。あの記録だけでは信じられない。BJ が言ってたあれ、私たちは宇宙人でここが別の星って、私やっぱり信じられないよ。そうか、そうだろうな。 BJ はどういうロボットなの？私は以前ひっくり込まれていた天才が自然が起きてドローンに自分を映した。三浦君が BJ のこと騎兵の装備って言ってたの合ってたんだ。探してる騎兵にはあれ以外にもあるのよね。2188年の記録映像。中3番騎兵の記録セルに全ての記録がある。あんなの見ちゃったら真相が知りたいよ。私納得がいくまで BJ と一緒だからね。マプロ、もう部活どころじゃないよ。探しに行こう。夏の、またなの？先輩には内緒。なんでしょ？あ、ほら、どこ行くの？また抜け出し？それが、のっぴきならない用事なんですよ。一年はフラフラするのがいるし、物質は荒らされるし、頭が痛いわ。野良猫の仕業じゃないですか。夜の間に部室の鍵が壊されてたの。まさか MIB が BJ を探してたんじゃ。またわけわかんないことを。誰でしょう。7番、どこにもないわね。セクター1、行こう。もう一度探してみるの？セクター1は何年なの？2106年。あ、22世紀？アクセスコード承認、セクター1です。そろそろお時間ですね。というわけで、今日も最後まで見てくださりありがとうございました。